皆さん、渡辺です。今度です。はい、ということで、下北にやってきました。はい。はい、今日はね、僕がめちゃくちゃよく行ってる古着屋のアリクメティさん、はい、紹介しましょう。そこのね、ラーメン屋さんも美味しいんで、ぜひ。グリルは出店してください。まあでも目印になるんで、この店僕めちゃくちゃ通わせてもらってて、うん、まあ、店長さんめちゃめちゃ仲良くさせてもらってるんですけど、うん、まずね、このお店ね、ここもね、ノーチェっていうね、うん、あの原宿にもある家具屋わかる？モータルの近く。あ、モータルの横だね。ここにもあって、家具を見に行くときに、ここ横切ったときに、そこにかかってる服見て、え、なんかめっちゃええやん。で、古着屋なんか、ドメスティックブランドなんか、はいはいはい、それが分からへんな、ちょっとチャレンジ ね、してみるかで入るようになる。そうそうで、ここ、二次スタートやから、それ待ってん、俺。3時間くらい。スタート。風俗の先頭じゃねえんだから。はい、ということで、こちら、アーリーテンティさんということで、はい、渡辺が普段からお世話になっているお店さんということなので、ちょっとね、はい、お邪魔したいと思います。お邪魔します。されてるんですよね。すごい、こう、ちゃんとね、隙間が空いてるっていうか、他の古着屋さん結構ギュウギュウに詰めて売ってるじゃない、うん、結構、ゆとりなんていうか、そうそうそう。と、内装もね、ちゃんとめちゃくちゃ落ち着くんですよ。この辺の渡辺エッチっぽいね。俺のは天下一品のやつしか置いてないんだよ。これね。お石原のぞみちゃん。石原のぞみさん。うん、石原さん、これ何してきたんですか？石原のあの、撮影、あ、撮影ってもその。撮影コーディネート組んで。ああああああ。いや、ここでセックスしたやつ、さすがにどっからやる。撮影で。だいぶ透けてるし。いや、なんか見られる方が、みたいな。ただブログとか、そっち系。おしゃれファッション、あ、おしゃれ、あ、いや、そのセクシー女優さんの仕事が全てセックスと思わない方がいい。撮影で聞いちゃったのさ。違うね、いろんなお仕事ありますから。でも大きいサイズ多いっぽいっすよ。それが店長もでかいからめちゃくちゃよくて、でも来るかな、はい、なるほど、確かに。それでもなんか店長タッパーがあるから、あんま古着屋さんってもう大きいサイズないとこもありますもんね。そうですね。パタゴニアも結構ギュー、はあ、縮んじゃったりしてたり。僕らのお客さん大きい人多いんで、うん、ぜひとも。あ、このスリーカウントね。あ、原口来てそうな。来てそう。これとかもな。え、これ古着なんだ。本物とか来てそうな。ああ、NYC。NYC。これ古着なんだ。中山優馬、山田涼介、知念。ありましたね。強いっすよ、これ。NYC ボーイズ。強いっすよ、9500円。え、安いんじゃない？あったかそう。男はフリースだもん。確かに原口それ系のな、リュックも持ってるし。好きやな、その色。2in1 みたいな。ここの襟のリュック。2in1。ほんま。リアルツリーだな。あ、リアルツリーな。スタンストーンか、黒目と。うん。で、確かに、これは多分ね、ここのオリジナルっすよね。あ、そうです。はい。へぇー。サッカー、なんかジャージーそうだ。長袖のサッカーゲームシャツチックな。はい、これもいい。ソニックのヘッジホークみたいな。あ、ソニックか。そうそうそう、ね、確かに。あの、玉木ちゃんのデザインですよね。へぇー。店員さんがデザインしてる。かわいい。これもそのパーカーのなんか、これいいね。ここら辺面白いカットしてる。面白いもな。ギミックしてるよね。うん。幅広いな。当たりの具合もなんか良さそう。で、素材でかいんじゃないこれ。結構でかい。見てみる？え、値段がわかんないと、これ、アスクだ、アスクだね。アスク。じゃあもう聞くしかない。見てください。これ値段いくらぐらいですか？まず外れちゃったかもしれない。3000円ぐらいですか？はい。3000円。ビレッジバンガードじゃねえんだから。確かに。うん、これよ、これ。これいいな、ACG の。カラーもめっちゃいいな。もうあの、ステューシのね、ペニツーと同じような。確かに確かに。でかいんじゃない？でかいし、ACG。結構、ナイキのアパレルとかも結構入ってきますもんね。ナイキ多いっす。ですよね。本当に最初それで印象あって、チャンピオンとか。あ、そういうスポーツブランドも。スポーツブランド、ストリートブランド多い。ちょ、原口当ててみて。あ、これ、すげえでかい。元木さんのジャンパーぐらい。それやっぱ色いいの？色めちゃくちゃいい。もうペニツーだ、これ、もうね。合わせるだと。うん。24,800円、これで。めちゃくちゃ程度いいよ、これ。カラーがめっちゃいいっすね。めっちゃいい、このずんだ餅。うん。全然違うて、あのダサくすんのやめて、そうだよね、美味しい美味しい低水やんの、あのバックパックこれぐらいテラスポーツみたいな、あ、これカラーいいよね、小学生感、確かに、確かになんかいいっすね、この水色のなんだこれ感じも、あ、いいっすね、面白いっすね、多分今なさそうな雰囲気、確かに8,000円、これ全然安い、面白い、 XP って何でしたっけ、でもこれテック系のやつ、だからプレステと初対象じゃない、確かに、あ、確かに、これってあれっすよね、ああいうタイムスリップ、あ、そうっす、あのタイムスリップ B ボーイ王さんってあの、あ、インサイ確かになんか流れてきて、太った方だそうです、失礼だ、はい、いちいち傷つけてる、
これでも見たことあるロゴで。へぇー。基本PNB とかの。あ、そうですね。はい、なんか。パロディー。パロディーですね。なるほど、なるほど。あれですもんね。歌詞がやば、危ないですよっていう。ああ。そうすげえ。富士フィルムとか。富士フィルムは。面白い。この辺も面白い。富士フィルムも面白いですね。そのパンツいいね。ねえ。いいな。これ8200円。ティンバランドでしょ、これ。ティンバランド。いいね。古着でしかない空割り結構ある、ね、そうそう昔しか出さへんようなこのギミックみたいな、うん、あるやんか。でもちゃんとそういうのみんなちゃんと冬物っすよ。でもね、古着も一点もんやからさ、なくなったら結構ショックやで、うん、確かにな。いいね、こういうの意外ともう次の日来たらないとか平気だよ。あ、やっぱそうなんだ。大きいサイズ多いとかもな。そう、新品で買うのあれやけど、一回これで履いてみてみたいな。ブレイキングダウンのあの居酒屋の会で、小宮さんこれ履いてましたからね。ってならへんから、それでええなってあんまり。あ、顔履いてんだと思う。あれ、それいいじゃん。裏地がいるな。だから M サイズって書いてある。あ、それいいけどな、普通に。あ、 N って書いてある。見せて。ノースエンド1万2000円だって。うん、このタクの。これめっちゃいいじゃん。かっこいいやん。なんかシンプルで、このボタンがいいね、このね。ここにもジッパーとなんか謎のジップ。ここ。タイムジップ。これ。え、そういうこと？開くんだ、開くんだ。え、パーカーになるとか。あ、それなんかポケット。何か。え、ないの？何もない。ちょっと腕どんぐらい入る？え、めちゃくちゃ入る。何があるこれ？え、めちゃくちゃ入る。え、これ何なの？何だこれ？あれじゃない、あのボーイの日々は晴れるがバッているが、ね、若い子知らんって。なんで分かんねん、俺分からんな、世代だから。若い子絶対知らん。バットとフライパンな、ロカベルじゃないですよ。ほんのぐいってこれピコセットアップじゃないんだこれ。これピコの中で一番おしゃれなパンツなんじゃない。確かにピコでこんな絞りついて、ピコ死ぬほどダサいイメージでした。いやー、そうまあだからピコとバットボーイが同じ立ち位置で、ピコだけです。はい、流行ってますよ。今人気なんですよ。ええ？はい。バットボーイとかピコとか。なんかスピードがもし CM やってましたね、バットボーイ確か。むっかしやってた。むっかしね、確か。結構これいいけどな。そう、それもいい。うん。ウィンドウ。緑色。これだってこれパーカーなんだよ。見て。明るい意外と。で、このさ、これもいいし、うん、この袖。あ、ほんま。今また一個入ってるみたいな。あんまないよね、ここまでちゃんとやってるギミック。いや、ないね。フリースでね。でこれがまあ全部開くがやっぱよくあるけど、開かないっていうのがやっぱ年代も感じるし、うん、今でも最近こういうのも全然好きなんですよ。緑ってカラーがいいな。緑がいいね、この色味いいわ。これで14,500円。ああ、いいっす、全然。そしてこのセットいいじゃん、堂本剛みたいな。私堂本剛かな、うん、もうこれですよね。これかっこいいな。これ私のもうさっき下見てた、ただサイズがなってことだよ。1万3800円ですよ、ノーティカ。安いな。めっちゃ重厚。昔のノーティカだね。昔のノーティカ。今のあのフリックス扱いの原宿の、そうそう、ノーティカの。ノーティカとはまた別の。でも原口の感じもするな、確かに。まあ、ちっちゃいんだよね、見た感じ。サイズは俺ぐらいかもな。ね、でも普通にいいと思う。このセパレート、ね。俺結構その、高校の時からそのセパレートとかクレジーからよく着るから。これはしゃれてるよ。こうのといえばクレジーだったね。俺の高校時代知らねえだろ。でめっちゃどうそうだこれ。内側がシルバーやから押さえ効いてた。そうそう。でこれが振りそうだよね、ここ。あったらそうだね。でも結構ケパケパしてる感じ、うん。結構剛猛な感じで。これあれ引っ掛けられるやつじゃん。そうそうそう。あのトイレとか行った時に。これいい。これサイズあったら、ま、マジ買ってたな。グレー。そのグレーのやつもいいけどな。うん。うん、それいいわ。普通に着れるやつ。うん。エアロスプエア。色綺麗。このラインの流行ったらなかなかないね。ない。あんま見ない、その円という。後ろにも入ってる。いいなぁ。この色も綺麗だ。この色、あ、渡辺着てそう。確かに。今野が渡辺って感じだな。今野も着てそうやな。確かに、その水色もいいな。この水色いいよな。うん、あんまないもんな。なんもない。あ、これもいいなぁ。あ、これいいじゃん。なんか90年代感じるよな。いいいいいい。この緑のこの斜線がいいよ、これ。うわ綺麗じゃない、これ。この襟白なんかいいわ。いいいい。これ、おっきい。ね、うわ、内側緑じゃん。うん、本当リバーシブじゃないこれ。あ、これかっこいい。あ、これかっこいい。ワンランク上の子なんじゃない。で下ちょっとこうね出る感じ。これ何のブランドですか。コロンビア。コロンビアスポーツ。コロンビアか。コロンビアってなんか山登りのイメージとかあるとかね。襟が白なんかやばい。チゴッパだって。チゴッパ安い。やっていけるんですかこれ。結構そうっすね。いや俺も最初言いましたよね。大丈夫です。他のとこ回ってきたらこの程度の綺麗さで全部3枚以下じゃん。よくわかんねえ。だんだんわかんねえな、その。いや、もう古着よう、めくるから昔、もう、半次郎とかいろいろ。シカゴとか。何でしょ、半次郎とか。俺も修学旅行で半次郎行ったもん。バンドディーでよう打ってたからね。半次郎ってもう全部潰れましたか。
多分そう、京都もあったよね。京都あったっすよね。京都だとか、あと新宿にもルミネとか入ってたけど、おっぱいの裏、うん、おっぱいの裏にあった。で、石原さんね。石原さん、え、本水色いいけどね、これね、うん、これもこれキングサイズ、あ、キングサイズだ、大きいやつだ。俺ライズの曲だったり、ディジットキングサイズってね、ライズの、ライズの曲がずっとおじさんの会話してるわ。これも面白い。これ渡辺着るやつ、これ渡辺が今着てるやつでしょ。あ、そうです、ここはこれ、今多分店長も着てるっすよね。あ、そうです、はい。あの、このお店のパーカーで、で、2X で、しかもめっちゃヘビーウェイトっすよね。そうっすね、めちゃくちゃ強くて。え、渡辺が何着てるの今。いや、でもサイズワンサイズですよね。ワンサイズ。2X のワンサイズ。2X のワンサイズか。はい。強気。そんな強気っすよね。強気。そんな随長の活動みたいな。一個しかない、ね。一個しかない。メニューそれのみみたいな。超いい。超いい。いい。いい。超いい。これいいじゃん。このセーターいいじゃん。うん。今度着そうだ。セーター。空人みたいな。これセット販売ですかこれ。おしゃれやな。セット提案とか。ああ、なるほど。確かに、でも。すごい、うん、おしゃれ、セーターいいよ、見えるね、俺が痩せたら着たい。本当とレザーだぞ、この幅、はい、これいいよ、マジで。え、なにこれ。誰かいる、オバマさん、オバマさんとの奥さんですよ。本当だ。これはセットもいいですよね。それ古着で、綺麗ですね、かっこいい、渋いっす、なんかいつも出してるから。これ気になる、いいな、はい、革マルセイユってのがいいっすね。マルセイユね。白と黒ここで買わせてもらいました。あ、ここで買ったんだ、はい、このサングラスなんかやってたな。やってたよね、うん、さっき若い子これ買うじゃん、うん、かわいい、ね、これ、あ、これいい、いい発色だね。デニム、なんかデニム、はい、スタジオ、すっげえ、フブだって、かわいい、フブって、フブ昔のなんかエコーとか、そのイカツイブランドトリプルファイブソーとか、あれですよね。あ、世代っすもん。スクールオブハードノックスみたいな。そうですね、ハードノックス。なんかあれ、あれですよね。はい。そうそう、アニメのあれ、なんか野球なんかあれとね。そうそう、だからあの黒人のおじさんがよく吉祥寺の原宿でよく気持ちよくなってるわ。でもこれでも普通に現代に通じる感じ。いや、普通にいいね。可愛いね。めっちゃいい。カラーリングとかそのデザインというか、デッドストックじゃないですか。そうなんですよ、タグ付き。あ、本当だ、はい、めっちゃ綺麗です。 XXL だって、うん、この V がいいよ、これ、うん、セクシー、確かに、ね、オブラン、はい、これすげえ。石原のぞみちゃんとか似合いそうな。確かに、ね、これ F カップの F ですかっつってなるわけじゃなくて、あ、下履かないよ、ショーパンとかね。やばいっすね、店長のこと履いててもショーパン。店長でも着させてましたよね、なんかちょっとやらしいなんか T シャツみたいな。何でしたっけ、ペプシのパロディでセクシーってやつ。それくさい、あ、素晴らしいな。ピチピチのやつですよね。そうっす、かっこいいよ、それめっちゃかっこいいよな。着てみたらいい、ちょっと俺もこれいいっすよね。これはい、全然でかくないですけど雰囲気やばいっす。雰囲気なんかストーンアイランドとかそっち系の雰囲気、はい、スプレーっぽい雰囲気、はい、後ろになんかベラベラとか書いてあるの。ティーパブロー感あるわ。あ、ある？なんか小さいんだ。俺肩できんから。確かに。まあ、シンプルに渡辺がその長い着丈長いやつ着てるから、より短く見えるだけで。でこの逆に短さで。実際ジャストサイズで着てたらそんな気にならないと思う。そうですね、確かに。いいですね。はい。あ、企業のやつなんですね、これ。どっかのそういう。はいはいはい、はい。もろ。確かに、フリーゲーサイト結構、なんか、運送業者とか結構あるんですよ、ね。インテルか。あ、それかっこいい。お、ナイキだ。はい、インテルだ。かっこいいな、色合わせ方も。うんうん、売りますか、それ売ります。かわいい。僕はありだと思ってます。かわいい。西本さんみたいになってる。素晴らしいですね。ファッションだと思って。確かに、これファッションだな。はい。かわいいっすね。今度似合いそうだな。俺見たことある、俺こんな総柄みたいな。でも確かにこれをちゃんと履けたら、いける、そうね、いける。これでも補正人が履いた方がかっこよくしてもらえたと思う。これ似合うスニーカー、どういうイメージですかこれ。しげみつさん的にどうすかね、どうやって合わせます、チープさをやっぱ消す。やっぱ一つハードル分かんない。やっぱちょっとドレスとモードとかな、まあ、そうっすね、うん、はい、逆にそうですね。ジャケット、はい、襟付きのとかなんか着て、はい、まあ、コートとかついてます。あ、なるほど。逆に、はい、そうですね。で、ちょっとできるだけ。はい。で、外して。そうですね。コートとかはまず。確かにこれ外しだな。はい。外しですね。外しにも外してます。はい、すごいですね。おもろい。はい。あったかそうだよね。あ、すごい気持ちいい。手触り。
ルームウェア的な。ルームウェアでいいですよ、じゃあ。そうですね。はい、そのまま寝れる。最後、ルームウェア。そうっすね、それ。まあまあ、飽きたらもう。行き着く先はっていうだけ。まあまあ、最後。ここまで着れる。いろいろ遊んでっていう。でも女の子とかね、こんなん着ても。そうっすね。ルームウェアで。はい。やばくないですか、この後ろ。やばくないですか、遊戯王タウン。すごい。おもろ。でかー。え、こんなん昔からありました。いや、持ってきたっす。持ってきたっす。はい、今日持ってきたっす。デュエルディスクよ。はい、なんかちょっと、はい。ブラックマジシャンとか、あのデュエルディスクめっちゃプレてたもん。これも、この、あ、そうです。自分のギャンブリングって、はい。あ、一緒です。はい。アラビックマジシャン。へぇー。これ自社製品もあるという。こうなんです。じゃあ渡辺何かあるスニアカ男子一回着てみ。確かに、いや俺もねそこら辺がいいと思う。渡辺ちょっと着てみて、ダメだったら負けられる。それ着させるの、渡辺ダメだったらもうないるぞ。まだ俺ぐらいだと思うな。うわー、小さそうかな。え、これリバーシブルですか。そうなんです。すげー、リバーシブルじゃん。あ、ほんとだ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。外せそうなんですか。あの、めっちゃ多いよ。いるよな、こういう街の。肩どう？肩ちょっと張るけど。あー、グレーもいいね。2回楽しめんのこれ。もうさらに欲しいわ。あ、そんなに欲しい。サイズ小さそうだな。今度がジャストぐらい。今度がどんなもん？着丈が俺ぐらいじゃん。確かに。あー、今度だね。着丈は負けた。着丈そうか。結構本能で着てそう。一回着てみる。え、いいですか。もう結構足長いって言われる。まあそこまで狭くないけど。中外してんのかな。外してんすか。シャツじゃないと無理かな。T シャツ。このグレーもいいよね。このグレー。外せはしない。ちょっとウルフっぽい。でもこれ着けれるのやっぱいいな。これいいよ。いい味出す。あ、いい味出す。いい。これもうワンサイズ大きかったな。高いしな。まあでもわからん。ワンチャン切れるかも。ワンチャン切れるかも。痩せるか。これで切れたら OK。 入れないかもな。あ、でも入った。あ、入った入った。ちょっと丈短いかな。でもまあ短い。短いよ。ちょっと短いよ。あ、ちっちゃいこれ。単乱みたいな。ちっちゃい。ちゃい。単乱みたいな。いや、今度譲るわ。これ着る。あ、着てそうだね、もう。うん、そんな変じゃない。下絞ってみたら、ちょっと。確かに絞った方がいいかもしれない。これは確かに、これだとやっぱここにドンってあることが結構おすすめってことだよ。そうですね。そうですよね。スペシャルだと。スペシャルよ、これ。こんな見たらよって、ナイキの。あー、いいよいいよ。あー、いいよいいよ。ちょっとでかいけど、いや、可愛げある感じするけど、めちゃかわいい。下なんかベロンって出てるの、紐みたいな。絞り、あ、絞りだ。はいはいはい。濃いな、ACG けど。うん、緑かわいいな。もう二度と出ませんけど。原口がかわそうとさせる、まあね、立ち回りしてますね。いや、俺は別にどっちも変わってる。いつものいつもそうなんですよね。うまいことポジション見つけるんですよ。でも渡辺いつもこれだもんね。普通に俺買うから、ここね。ずっとこの立ち回りするんですよ。古着で一点物だから。一点物だから。もう即決スライド。あ、そう、でかい。原口ぐらい。これいいな。でもあったかいよ、これ。いや、あったかそう。まあまあ肉厚よ。いいなこれ。2着分じゃん。だって2着分。確かにどっちから見てもいい色だもん。いい。どっちから見てもどっちから。そうそうそう。あれっつって、右から見たら紫だったけど左から見たら緑だったんだっていう錯覚を起こす人いるんだよね。電車とかで。最高っすか。だから電車でさ、満員電車でうーっつってさ、車窓のだから言ったらさ、俺が人助けしてさ、なんか、あ、なんか紫色のジャケットの人でしたっつって。でもこっちの人たちが緑の。あれっつって、俺いないっつって一瞬で見失っちゃう。そうそうそう、全然俺なんか半身版みたいな。何も評価され、何も評価されへん。いや、こんなにジャズサイズだ。系統違うからいいんだよな。めちゃくちゃいい。
めちゃくちゃ欲しいわ。確かにこれめちゃくちゃいいわ。グやっぱグレーがいいな。めちゃくちゃいいわ。俺がこのあたり買ってたわ。いや確かにノーティカっていいわ。ノーティカったね。そうしかも昔の俺めちゃめちゃノーティカのズボン買ったんですよ。あ、そうなんですね。買いだな。あれ、あれでしょ。俺の衣装ついて今度着るってか。ねえ、だから買われちゃうかも。パーカーあんのそれ。パーカーある。パーカーでもそのフードね。雨降ってきたら突然でもこうイノセントワールドよ。普通にかっこいい。今の服に合ってこれもね。15,800円プラスタックス。いやいい。これも竹感が合ってるね。そのくすんでる色意外とないねんな、このカラーも。確かに真っ白とかするもんね、多分袖が。このラインがめっちゃいいの。あ、いいね。ちょっとワイルドさもありつつ、ちょっと動詞に変える感じもありつつ。はいはいはい。ポケットもこれは特にキルティングなんだね。ブランド名みたいなの書いてないと。わぁ、なんかでもそれ助かんねんな。ルート66だ。してんの。国道、国道、国道のやつだ。あ、アメリカの国道。ライトとかもあったりする。そうそうそう、結構有名ね。あ、いや、そうそう。で、あのラルクかなんかルート666みたいな。結構パロられてる。うん、そうそうそう。有名なやつだ。これ可愛いギャル。可愛いの好きだよ。ハーフジップ。でも長いんだよな。これがこんぐらいで収まってたら、これが。ああ、確かにね。わあ、渡辺だな、これ。かっこいいな、これ。あ、似合う、似合う。それ、今日そんな感じ。ああ、持ってたんじゃねえかってぐらい。渡辺の古着なんじゃ。シルエットいつも。確かに。渡辺が売った古着なんじゃ、これ。確かに、この言うとおり、ここのリブの色がいい。あ、これいいね。7200円プラスタックス。あー、安っ。だってこれ、柄だと思うじゃん。ここポケットなってるから。そう、ほんと面白い。こっちも。そうです、そうです。胸ポケ、これめっちゃいいじゃん。もう、じゃあ2個いっちゃうか。こうやると、この、あ、もう全然 OK です。2個いっちゃうか。これ、まあでもちょっと長いんだけどね。いや、でも全然気になる。こっちの方がいいんちゃう。いやいやいや、ノーティカでしょ。ノーティカどうしても買ってほしいよ、花火で。俺が見て、あ、やっぱかけえな、つって。推しのシャツのこのボタン見て。あ、いいですね。ボタンも可愛いね。で、ここがポケットあった。あ、これいいな、確かに。これ雪の結晶みたいなね。これ多分売れますね、すぐ。ね、これ代謝ね、な、な、安いっしょ、めっちゃ。あ、それ売れっす。72、うわ、やらしいね、値段が。やらしい、やらしいって何？オナニーを想像しろ。あ、それこそ。これね。リアル着れるやつ。はい、あ、これなんかちょっと大人っぽくていいね。12,000円ぐらい。ねえ、さっきそのグレーがいいですよね。ちょっとでかいが。ちょっとでかいかな。いやー、やっぱノーティカだな。サイズ的にはそうなんだ。まあでも全然。かっこいいな。なんか大人っぽいね。ここでまた締めて。ああ、確かに。全然毛羽立ちもないねこれ。これ一緒。上品。めっちゃいいやん。上品上品。そう、これも着てみたい。帽子とそれが合ってる。あ、でかっ。あ、いいかも。意外と軽いんですよ。キングサイズっぽい。いいじゃん、めっちゃ。あ、いいカラーかも。いいカラーかも。いいカラーかもしれない、来たら。もうちょっと前寄って。あ、いいカラーリーかも。これ。いいかも。はい。マスクだ。確かに持ってないかもね。持ってないよ。うん。この帽子とセットで。で、中がグレーっていうのがまた、色のバランスいいです。大きかなぁ。これ、確かに綺麗、上品やな。うん、こんなっぽいの。まずもうそれ着るんだったら、あんまパーカーとか着ない方がいいと思うけど。もう、しちゃい。あ、でも、渡辺じゃないな、これ。これもいいね。サイプレス上野じゃん、もう。でもそのクラブの前とかでそういう人いるもんね。いるよね。いるいる。キングサイズ。サウエス、サウエスなの、これ。ノーティカと同じ値段だ、俺がプリンスオブヨコ。やっぱノーティカが恋しい。いや、ノーティカのなんかその感じやな。あの、空張り、まあでもいい色だしな。ツートンのな。そう、で、グレーもいいじゃん。グレーもいいじゃん、あれ。さすがに、それ1、3、ちょっと安い。安い。やりすぎだったよ。結構確かに見つけてきた。見えないですけど、結構前のね、店でね、結構やたらつけてるなみたいな話してますよね、重光さんと。ほんまにリアル 1.7 倍ぐらい違いますね、他の店で。店内に入って、確かに全体的に 1.5 倍、安い。本当に安いだって。まずほとんどの商品が2万超えてないから。ね、確かにそれは言ってたっすよね。アウターでだって2万超えなんて普通だから。嬉しいよね。どうするよ、もう。めっちゃ頑張ってる。値上げ値上げで。そうですね。
だってこのねエアコンもつけて値上げなんだから大変もう余計なお世話も入ってるんですまあそうだね。でも一点物で被んないと思ってこの、ね、クオリティが。古着のおもちゃさそこやねん。渡辺すごいいい店見つけたな。3時間待ったかやったわ。最初に3時間待ったんですよ、僕、ここの店、あくまで。あ、なんか行ってました。そう。気になりすぎて3時間待ったでしょって。めっちゃ変だけどな、普通に。めっちゃ、普通スルーするもん。11時ぐらいに気づいて、そうです。3店舗系ですよ、あの店もね。あ、そうです。ここの1本こっち側に、なんすか、ドンタク。あ、前言ってたな。前回った時、系列だって言ってたの。で、原宿はパタゴニアの前っすね。え？パタゴニアの前っすか？ FTC とか商品。の2階っすよ。そうです。意外裏から裏辺なんですよ。すり上げ男子。はい、ということで、アリティエンティさんがね、こちら。おぉ。結果がやっぱいったか。私のご両親の。買わせていただきました。ちょっとまずグレーから来てね。で、ちょっと味変でこっちも来てみたいな。それええよな。うん、だからこれ見るたびに俺はこう、やっぱかっけえなと思いながら見るんだな。来たくねえわ、じゃあ。原口がめっちゃおしゃれだもんな。めっちゃおしゃれ、もう即買いだ、俺。ぜひね、下北沢お越しください。いや、本当にぜひ。僕も毎日のように、週4日に出勤してるぐらい。最近忙しくても週1ぐらい来てますもんね。来なくていいよ。もう会いに来てるから。シフト確認する口調だぞ、みんな。ということで、ぜひね、お越しいただけたら。お願いします。はい、原口の煮干しはこれらしいですね。これもいいよね。絵にしろもいいよね。絵にしろって中がさ、あの表と違うグリーンなのね、これ裏が。あ、ほんまや。そう、この使い方でさ、こういう古いってほらもっと黄ばんでくるじゃない、うん、めっちゃ白いの。めっちゃ綺麗や。めっちゃ白いんですよ、これ。あ、ここもいい。このラバーのね、こういうやつ樹脂プリント、うん、これもいいしね。いい。この斜めにロゴが入ってるっていうのもすごいよな。今絶対横やん。この4マスみたいな、なんだこれ、この唇が2つなんかこうね、あれみたいな。これ売れますね、多分一週間。いや、売れちゃうね、これ。渡辺効果仕事ないよ、これ。僕これか AGG を AGG、まあ、動画で来てたらそういうことって思ってるんですか。なるほど。じゃあぜひね、まだぜひアーリーツェディさん来てください。ありがとうございます。ありがとうございました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 。